皆さんこんにちは、大鳥建設の鈴木です。本日は春日井市のお家をご紹介したいと思いまーす。お願いします。よろしくお願いします。かっこいいですね、今回のお家も。ありがとうございます。毎回素敵なお家をご紹介させていただき、私はとても光栄でございます。はい、では早速ご紹介したいと思います。はい、敷地は84坪、1階の延べ床数が34坪、2階が9坪のトータル43坪のお家になります。平屋かと思ってたんですけど、2階建てなんですね。え、平屋に見えます。はい、よかった。そうなんですよ、ちょっと平屋を意識しまして、実は2階建てのお家になっておりますので、はい、建物内も工夫がしてありますよ。そうなんですね。はい、うん、じゃあこちらに住まわれるご家族はどんなご家族でしょうか。うん、はい、こちらのご家族はですね、はい、50代のご夫婦と、うん、あとは、20代の娘さんの3人暮らしになります。今回は実は住み替えになるんですよ。そうなんですね。はい、住み替えで、なぜ住み替えかというと、はい、現在お住まいのお家が、うん、夏めちゃくちゃ暑いらしくって、はい、すごくストレスに感じてるんですね。なるほど。はい、でそれで、まあ、ご主人様が、はいはい、奥様に今回この素敵なお家をもうプレゼントしたわけでございますよ。すごい素敵なエピソードですね。はい、そうなんです。はい、ただね、もうチラチラ見えてるかもしれないんですけども、はい、もうご主人奥様にお家をプレゼントしたんですが、うん、やっぱりね、どうしてもガレージも欲しいということで、ガレージ作っております。鈴木さん、すいません、はい、玄関見えてるんですけど、どちらに。そうだよね、はい、玄関ここに一つあるんですけども、はい、実はこっちにもあるんです。あ、そうなんですね。後ほどご説明させていただきます。はい、はい、今回外壁は、はい、ガルブライトを採用しておりまして、はい、玄関周りはベルアート塗りですね。軒天は木目調のものを採用しております。なるほど。はい、まあ、この辺りから、ね、奥様の雰囲気に合わせて作っております。そうなんですね。はい、中も楽しみです。はい、じゃあ早速中行きましょう。はい、扉を開けますと今回は、はいはい、壁面収納になっておりまして、はい、カウンタータイプになっております。すごい素敵ですね。はい、ありがとうございます。こちらちょっと高いですかね、普段より。気づきました。はい、そうなんです。結構今回高めに作ってありまして、はい、まあ、理由としてはですね、はい、まあ、奥様がこの中に傘も収納したいと。なるほど。はい、っていうことで、はい、今回は通常のこのカウンタータイプよりも少し大きめで玄関収納の方を作りました。はい、はい、なので、ね、結構ねしっかりね、はい、収納量も確保できてますよ。はい、あ、なるほど。これは既製品の玄関収納に大工工事でカウンターだけつけました。なんかオーダーっぽくない？はい、すごい素敵な雰囲気です。ね、すごい素敵ですよね。はい、いろいろね、インテリア小物とか飾っていただいて、玄関を演出していただければなと思います。いいですね。はい、で今ね、ちらっとこの後ろに LDK 映ってるんですけども、はいはい、今日はこの帰宅動線からまずご紹介したいと思います。はい、はい、まず帰ってきてすぐここにアウター掛け、はい、すごい素敵。はい、バッグが置けるようになっております。おしゃれですね。はい、でそのまま、はい、洗面ですね。はい、まあ、ただいま手洗いも兼ねております。はい、はい、で今回ははい、パナソニックさんの C ラインの洗面になります。はい、はい、でこうね、タイルとか、はい、あとこういった棚をつけておりますので、はい、まあ既製品なんですけどもオーダーっぽく見せれるように工夫をしております。本当に造作洗面に見えますね。本当ですか。はい、よかった。やっぱね、ちょっとね、一部タイル使うだけで全然見え方変わってきますし、今回も本当ブルー系のお色味を選ばれてますので、はい、本当に奥様の好きなインテリアイメージがなんとなく想像できてきました。はい、と、はい、いうことで今度この扉を開けますと、はい、かわいいお手洗いになっております。本当ですね。もうイメージつきますね、この好きなインテリアテイストも北欧でございます。はい、続きましてこの扉を開けますとどこにつながるかというと、はい、ここから広い LDK につながるわけでございますよ。どうでしょう皆さん、こんな感じで。すごい。でしょ、すごくない？なんと LDK は25畳。広いですね。広いですよね。はい、で広く感じる工夫は、はい、やはりですね、この天井高ですね。はい、この天井高は一番高い位置で 4.5 メートルあります。はいはい、このまま高天井が続くわけでございますよ。はい、はい、ちょうど今鈴木さんの上に位置している天井が間接照明がすごい素敵なんですけど、うんうん、そのために設計されたんですか？あ、
そうって思っていただけるとすごい嬉しいです。はい、はい、実はですね、どうしてもこの構造上ですね、はい、ここの天井の部分、はいはい、キャットウォークっていうんですけども、はい、必要になりました、はい、なので、まあ、このどうしても構造上必要な天井を使って、はい、例えば上の間接照明で空間を演出したりとか、はいはい、あとはここに照明を、はい、ダウンライトを入れて、はい、LDK の照度を保っております。すごい、全然そんな風に思えなかったです。あ、よかった。もうね、デメリットになりつつある箇所を、はいはい、今回は弊社の方でメリットに変えることができましたね。それは小谷さんの設計ですね。ありがとうございます。はいはい、で、まあ、今、ね、ダイニングもすごく広々、うん、使ってます。で、はい、今回実際住まわれるご家族は3人暮らしなんですけども、はい、こちらのご夫婦実は娘さんもう2人いるんですね、はいはい、実は5人家族なんですよ、はい、お嫁に、まあ、嫁がれておりますので、うんうんうん、ご家族が帰ってきた時にも、はい、みんなで集まれる広々 LDK になっております。すごいですね。はい、ね、であとこうキッチンですね。今回リクシルさんのアイランドキッチンですごいゴージャス。はい、ね、収納もすごい充実してますね。そうですね、はい、こんな感じでもうこの辺も奥様のご要望がしっかり入ってるんではないでしょうか。そうすると、じゃあキッチンもかなり事前に打ち合わせしっかりされてそうですね。だと思う、はい、なっちゃんが、うちのなっちゃんがね、はいはい、今回は小川が担当しました、はい、でこの辺もおそらく本当にお施主様が、まあ、いろんなショールーム行かれて、はい、最初リクシルを選ばれたんじゃないかなと。でリクシルさんはね、やっぱりこの神代で、はい、私がすごくいいなって思うのはここですね。このスポンジだったり洗剤が隠せるようになってるので、はいはい、この辺が結構非常にキッチン周りすっきりして人気ですね。あー、すごいすごいすごい。コンセントもねつけれるんですよね、リクシルさん。わー、便利ですね。なかなかね、キッチンで、はい、既製品でコンセントをつけれるメーカーさんって限られてるので、はい、グレードアップしなきゃつけれないとか、はい、いろいろ条件あるんですけども、はいはい、今回はもうリクシル大鳥建設の標準のノクトが入っておりますね。はい、でそう、キッチンも面材はホワイト系なんですけども、はい、後ろのカップボードは、はい、もう奥様の好きなインテリアイメージに合わせまして木目調になっております。すごい素敵です。この辺もね、小物飾りたいとかいろいろ打ち合わせがあったんじゃないかなと思います。はい、はい、続きまして、はい、こちらなんですけども、はい、まあ、オープンにはなってるんですけども、はい、実はなぜここオープンになってるかというと、はいはい、ウォーターサーバーを置けるようにここは設計されております。住み替えなので、今の暮らしでそのまま使ってるところをちゃんと設計で活かしていただいているのが、そうなんです、ね、この辺もね、事前に打ち合わせしておくと、はい、あ、しまった、これどうしよう、どこに置こうっていうのがお引越しした後に困らないので、はい、その辺の打ち合わせも、はい、しっかりね、しておくことは重要かなと思います、はい、この扉を開けると、はい、何かと言いますと、はい、すごくすごく広いお部屋がございまして、はいはい、ここはですね、どうでしょう、ちょっと雰囲気変わるんです。本当ですね、うん、はい、実はですね、はい、こちらのご主人様、はいはい、建築業界の方でして、はいはい、ここをですね、まあ、書斎とはなっているんですけども、はい、ここはまあオフィスとしても使えるように、はいはい、作っております。フローリングもご主人の好みに合わせて、はい、ブラックチェリーに書いてます。なるほど、はい、でカウンターとかもね、このフローリングの色に合わせて塗装もしておりますね。確かにちょっとシックな雰囲気になってますね。はい、いや、とっても贅沢なんですけども、はい、この扉、はい、開けますと、はいはい、お手洗いがあるんです。すいません、まだちょっと途中でございまして、はい、マスキングテープ貼ってありますが、はい、そうなんです、ここはまあご主人がオフィスとしても使えるようにと、はい、いうことでお手洗いを作ってあります、はい、でお手洗いを作ってある理由はもう一つありまして、はい、もうチラチラチラ映ってますね、はいはい、ここですよ、はい、ご主人がどうしても欲しくて欲しくて作った、はいはい、バイクガレージになってます。広いですね。そうなんです、なんとね、バイク3台止められるんですよ。あー、贅沢。そうで、ここだけで5坪もあります。そうなんですね。すごい、すごいですよね、はい、先ほどね、外観の撮影してる時に、はい、映ってた扉がこの扉で、うん、まあ、事務所としても使う場所になっておりますので、はい、従業員さんが出入りしやすいように、うん、居住スペースの玄関と、はい、この事務所の玄関っていうのを分けております。なるほど、はい、でここですね、この実はね、うん、そう、1階にもう一つお部屋があるんですよ、はい、はい、実はなんとこの扉を開けますと、はい、ここにはご夫婦の寝室がございます、はい、なるほど、
はい、1階でじゃあ生活が完結する間取りですね。そうなんです。なのでパッと見ね、外観もわ平屋だと思ってたって、はいはい、おっしゃっていただけたんですけど、はいはい、その辺をちょっと意識して、まあ、今回は、はい、まあ、対の住処ってことで、ご夫婦2人になった時も、まあ、これからも快適に暮らせるようにっていうのをコンセプトとして、はいはい、間取りの計画をしております、はいはい、でこのロールカーテンを開けますと、はい、何があるかと言いますと、はい、もうイメージつく通りこんなに可愛いクローゼットがあるわけでございます、はい、広いですね。そうですね、しっかり広さ確保できてます、はい、これであれ3畳ぐらいかな、はいはい、なので奥にはこのハンガーパイプで、あとはこう畳んでしまうものが両サイドに、はいはい、角物として作ってあります。では続きまして、はいはい、こちら行きましょう。はい、チラ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 可愛い扉が見えてると思うんですけども、気になってました。この扉を開けます。はい、脱衣お風呂になっております。今回はリクシルさんのお風呂ですね、はい、素敵ですね。お風呂の蓋、はい、結構皆さんつけると思うんですけども、はい、3点フックにすると便利ですよ、はい、あ、ここに、はい、つかないので、はい、壁に浮かせて置いておける。そう、標準は1点フックなんで、はい、この浴槽を使って風呂蓋をかけるんですけども、3点フックにすると宙に浮いてる状態なので、あの非常にあのお掃除とかもしやすいですね、はいはい。まあ、結構ね最近はそのようにする方多いかな、はい、でここは、2畳の、まあ、脱衣になってます。はい、あ、はい、2畳なんですね。そうなんですよ、結構あの最近3畳とか4畳っていうお家が多かったので、うんうん、2畳でもしっかりちゃんとお洗濯も収納もできるんですね。よかった、さって思ってもらって、はい、でも本当そうです。でここも実は、はい、あのしっかり工夫がしてあって、はい、ラウンドリーパイプ2本ありますよね、はいはい、これね高さ変えてるんですよ。あ、本当だ、すごい、パッと見気づかなかったです。ですよね、ここってやっぱり通路になってくるので、はい、高めに設定してありますね、はい、なのでこれだったらもう 1,2、はい、本分、はい、お洋服を着せます。すごい、素人にはちょっと気づけない工夫がいっぱいですね。よかったありがとうございます。で、はい、さっきねここすごい便利なのは、はい、この帰宅動線がこのままつながってるんですよ。確かに、はい、すごい便利。そう、ランドリーだついてね、はい、直線でつながってて、はい、なおかつ LDK からもそれぞれトイレだったりとか洗面、はい、お風呂にも行けるようになってるので、はい、非常に便利な紙動線でございます。本当ですね、便利な紙動線ってどんな動線ですか、ね、とにかくいいってことが伝えたいってことです。はい、はい、ではお理解いきましょう、はい、あ、すごい、お2階1階とつながってるんですね。そうなんですよ、はい、つながっております。天井の高さをねそのまま生かしておりますの で、はい、で2階には、はい、2部屋ございまして、はい、こちらの扉が6畳の居室になっております。可愛らしい空間ですね。そうですね、この辺もあの娘様が実際に住まわれますので、はい、クロスだったりとかもご自分で選択されておりますね、はい。でね、このうちね収納が全部オープン。確かに。そう、ロールカーテンで隠せるようになってるんですね。実際ね収納扉ってなかなか閉めないんだよね。結構ねお洋服オープンになってることとか皆さん多いので、最近は弊社の打ち合わせしてるお客様もほぼもうね収納扉なしでいいですって言われる方多いですね。室内窓可愛いですね。これですよね、可愛いですよね。そう、このお部屋から見た時もこの室内窓可愛いんですけど、このリビングから見た時もこの室内窓が結構アクセントになっててすごく素敵なんですよ、はい、で家族とのつながりも感じられるのですごくいいですよね、はい、はい、じゃあ続いて、はいはい、最後のお部屋ですね、行きましょう、はい。この扉もね、すっごい可愛いんですよ、はい、このお部屋、すごい、ほら、もう完全これ奥様の趣味だね。こちらも6畳のお部屋に収納がそれぞれについてるんですけども、ここはですね、お子さん3姉妹なんですよ、はい、で、まあ、お二人ともお海に行ってるので、例えばね、ご家族が帰ってきた時に泊まれる場所っていうので、お2階にもお部屋を、はい、作りました。はい、こんな感じで、もうこれほんと可愛いよね。はい、さっきもね収納、はい、で扉ないっていうんだったんですけど、これもロールカーテンも全部クロスの色に合わせてるんですよ、これ。なる
一体感あってすごい可愛いですよね、うんうん、はい、こちらのお部屋の天井って勾配になってるんですね。そうなんです。今回のお家は、はい、先ほど外観のご説明してる時に、はい、ヒレ屋だと思ってたっておっしゃったじゃないですか、うん、はいはい、その工夫がこの2階の天井高になってますね。はい、もう外観を平屋っぽく見せるために、はいはい、今回は2階の天井をこう、ね、勾配にしたんですよね、うん、はい、なのでそのままこの勾配が1階の LDK までつながっているので、はい、なんかね、もうお家全体が一つながりの空間になっていますね、はい、工夫がいっぱいです。はい、本当ですね。皆さんいかがでしたか。今回のお家もすっごくすっごく素敵だったと思うんですけども、はい、やっぱりね、この住み替えのエピソードがすごくいいですよね。そう、ご主人様がそのね、奥様がすごく今の現在のお住まいがストレスに感じてるってことで、はい、プレゼントですよ。すごくないですか。素晴らしい、ね、世の男性頑張ってください。今回のお家の性能の説明をさせていただきます。はい、UH は 0.52 で CH は 0.4、今回も高性能でございまして、これで奥様のストレスも解決されるのではないかと思います。ぜひ皆さん参考にしてみてください。本日もご視聴ありがとうございました。いつも皆さんご視聴ありがとうございます。大鳥建設では愛知県名古屋市中川区にモデルハウスが2棟、三重県四日市市に1棟、トータル3棟のモデルハウスをご見学していただくことができます。また、気になったよ、大鳥建設の話もっと聞いてみたいっていう方はですね、名古屋市中川区に本社がございます。三重県鈴鹿市にも鈴鹿スタジオがございますので、ぜひ皆さん無料相談会にお問い合わせくださいませ。皆さんとお会いできます日を楽しみにしております。いつもありがとうございます。